トラムセット配合上トラマドール塩酸塩アセトアミノフェン配合錠とは弱オピオイドのトラマドールとアセトアミノフェンが配合された鎮痛薬である。日本ではトラムセット配合錠後発薬のトアラセット配合錠が市販されている。一条につきトラマドール 37.5mg とアセトアミノフェン 325mg を含有する配合錠である。 オピオイドとアニリン系下熱鎮痛薬という作用基準の異なる鎮痛薬を併用することで様々な痛みに有効性が期待される。アセトアミノフェンはヒステロイド性消炎、鎮痛剤とは異なり、末梢でもシクロオキシゲナーゼ阻害作用は弱く、主に中枢神経系で鎮痛作用を示すと考えられている。ヒピリン系の抗炎症作用を持たない。 解熱鎮痛薬である。エンセズと異なり、中枢性に作用する。トラマドールは、ミューオピオイド受容体 A の結合作用と、セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害作用を、アセトアミノェンは、N メチル D アスパラギン酸受容体及び、サブスタンス P 受容体を介した一酸化窒素経路の阻害作用を示す。これまで、オピオイドによる、糖痛制御の恩恵を受けられるのは、 がん患者に限られていたため、全身性疼痛性疾患といった、良性疾患での使用はできなかった。トラマドールアセトアミノフェン配合錠は、日本では、ヤンセンファーマ株式会社が、臨床試験を実施し、ヒオピオイド鎮痛剤で、治療困難な、非がん性慢性疼痛及び抜ッ後の疼痛に対して、効能、効果を持つ、治療剤として、2011年4月、 承認を取得した。2013年8月現在、世界70以上の国と地域で承認されている。など、慢性疼痛及び罰子後疼痛を有する患者を対象に実施した日本の臨床試験における安全性評価対象症例599例中486例に副作用が認められた。主なものは悪心248例。 オート百157例、警民155例、便秘127例、不動性めまい113例であった。投与に際しては、酸化マグネシウム、プロクロルペラジンが同時に処方される場合が多い。慢性疼痛患者において、心理的社会的要因を伴う場合は、これらに対して適切な治療を行う必要がある。非願性慢性。 等応通に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドラインによると、明らかな心因性、等応を訴えている患者、心理的、社会的要因が痛みの訴えに影響している患者は、オピオイドの非適応症例と明記されているため、これらの鑑別と患者選択は最も重要な項目となる。 http://www.janssen.co.jp:/public:/rls:/news:/38778 医療用医薬品、トアラセット ABCDEFG、トラムセット配合上インタビューフォーム。2016年7月19日閲覧。米円作を他編、長引く、頑固な。 辛い痛みの薬物療法2011運動期編 CBR 東京 2011A ビートラムセット配合上位薬品インタビューフォーム日本ペインクリニック学会非癌性慢性等を通に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン作成ワーキンググループ編非癌性慢性等を通に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン新行公益書出版部東京2012 ありがとうございます。